はい、東京ビットコインニュースです。今日は8月10日月曜日、東京からお送りしています。 BTC の値段が7667ドル、 SV が182ドル、ビットコインキャッシュが377ドルという状況です。今日はですね、先日トロントのコンフェレンスで発表されましたペイメールについてお話ししようと思います。で、そこのペイメールはを発表したのはマネーボタンのライアンが発表したわけですけれども、その表面上はね、今どういうふうなことになってるかっていうと、まずはまあ第一弾としてマネーボタン .com の名前でのドメインを使って、まあ、E メールと同じようにこう名前とアットマネーボタンっていうアドレスで、それでビットコイン SV が送れると、まあそういうようなね状況にまあなっているわけですけど、それでこれがまあとりあえずはね SV がね送れるっていう、まあそこからまあ始まっているんですけれども、このペイメールがまあ何かっていうと、まあオーバービューね、これが書いてありますけど、スペックはねこういうこと書いてあるんですが、Paymail is a collection of protocols for Bitcoin SV wallets that allow for a set of simplified user experiences to be delivered across all wallets in the ecosystem. ということで、まあ、こう、だーって長いね、いつものそのビットコインアドレスだと、まあ、覚えにくいじゃないですか。で、そういった、形ではなくて、E メールと同じ形で、ビットコインがね、送れるというような、ことです。で、これにはですね、まあ、これプロトコルなんで、今回、まあ、マネーボタン .com の、ドメインを使って、送れるわけですけれども、この、プロトコルを使うと、別にね、マネーボタン .com じゃなくても、どんなドメイン名でも、使えるので、まあ、いろんなね、メールサービスをしている、まあ、Google とか、まあ、いろんなね、まあ、どのドメインでも、使えると。そう。で、コピーライトが、N チェーンと、マネーボタンという、ことに、まあ、なってるわけですよ。それで、じゃあ、まあ、具体的にどういうふうにやればいいかっていうと、ライアン・エクス・チャールズ・アット・マネーボタン・ドット・コムというね、形で、こういうふうにね、こういうふうに、まあ、ライアン・エクス・チャールズという形で、書き入れて、それでじゃあ彼に1ドルを送ってみましょうということになると、これで1ドル分を彼に今送りましたと。こんな感じね。これでライアンに送りましたということなわけですよ。それで、それで例によって、これがトランザクションの詳細で、トランザクション ID があって、こういうふうにね、まあ、トランザクション ID がこうあって、1ドル分をこれを送りましたと。いうことでね、まあ、今のところはシンプルな、こういう形なんですけど、まあ、これからね、どうなっていくかっていうと、Paymail is a new identity protocol for Bitcoin that removes Bitcoin addresses from the user experience. Paymail uses actual names that look exactly the same as email address. ということでですね、今、こう送れるだけなんですけど、これがまあどういうふうになっていくかっていうと、まあ、アイデンティティプロトコルということで、まあ、今、実質的に E メールがこういろんなこうサービスにサインインするときに、メールアドレスがね、ID として使われているわけですが、今後考えられるのは、
まあ、ビットコインのアドレスを使ってるんでデジタル署名を使ったりとか、それとかあと実際にトランザクションがその記録されるので、あの特定のアドレスね、まあ、がどのぐらいのトランザクションがあるかっていうことで、あこのアドレスを使ってる人はすごくたくさんねそのトランザクションを使ってるかっていうところも分かるっていうことは、まあ、それなりのこう信用がね蓄積されるっていうことなわけですよ。でかつその、ビットコインアドレスをいつも同じものをに紐づいてるわけじゃなくって、毎回こう変わるわけで、なのでそのアドレスを見てね、このペイメールのアドレスを見て、ああこの人がいついつに何買ったかっていうふうに逆からの分析はできないんですね。うん、だけどその自分がその、それに紐づいているビットコインアドレスでどういうトランザクションをしたのかっていうことはユーザー側で公開しようとしたらそのできるっていうことになるあのはずなんで、そういう意味ではその、まあ、個人のねこうアドレスごとのこう信用情報とか取引残高の情報でこう信用スコアがねあのできるっていうような、そういうことにもね発展していくっていうふうに、まあ、思われるわけです。それでアドレスを取るのに1個、1ドルがあのかかるわけです。でこれはまあなんでこう値段をつけたかっていうと、まあ、これをタダにしてるとね、またいろんなアドレスをこう 無限にこう取得するっていうことがね現れてくるんで、それでその1ドルっていう値段をつけることで スパムというかね、そのこうボットでこうあのダーって取るっていうようなことを防ぐっていうことと、でまあやっぱりそのこうなやっぱりドメイン名と一緒でこう有名なというかその、有名人の名前とかっていうのは、まあ、値段がつくっていうことで、今ねそのすでに売買も始まってまして、で、いい名前っていうのとか短い名前っていうのがね、すでにねみんながねこう取得するっていうような状況にもなってきてるわけですよ。それでですね、まあどうやって取るかっていうと、このクリエイトペイメールっていうところで、じゃあね、どういうあの値段になってるかっていうと、サトシナカモトってやると、これだとねサトシナカモトは5000ドルっていう、まあもう値段がついて5000ドルだったら売却しますよっていうようなことになってますし、あとねじゃあねキムカーダシアンね、キムカーダシアンは2万5000ドルになってますと。それ以外はじゃあジャスティン・ビーバーいくらになってるのかな、ジャスティン・ビーバーは40万ドルということで、じゃあね日本のね人を見てみると、ソフトバンクの孫さんね、孫さんツイッターのハンドルがマサ・ソンだから、これで見てみると、1ミリオン1億、もう誰が取ってんですかっていうことなんですけどね、孫さんがそうなってるし、じゃあホリエモンね、ホリエモンっていくと、ホリエモンが92万ドル、だからまあ1億円ぐらいの値段をつけてるっていう、まあみんなね、もう忙しくね、こういろいろこうね、もうやってるっていうことでね、まあまあこれではこれでまあいいと思うんですけど、ただしこれはその今マネボタンだけでこういうのドメインでこういう名前になってるんですが、
そのこれプロトコルなんでね、オープンプロトコルなんで、別にそのマネーボタンのドメインじゃなくてもいいわけで、いろんなドメインでもね使えるんで、まあ果たしてね、これがそのこんなにこう、まあみんながね、こういろいろこう先走っていろいろ買ってもね、本当にこの値段がね、まあどこまでつくのかっていうのは、まあちょっとまあ疑問があるわけですけれども、まあとはいえみんながですね、ペイメールっていうハッシュタグで見るとこう結構ね、なんかいろいろね、その名前をねこういろいろこう取ったりしてる人がね、どんどんね増えてる、来てるっていう、もうアドレスの奪い合い始まってるのかなとか、まあいうことをね言ってる人とかもまあいて、まあとりあえずみんな1ドルでこうなんかいろんなアドレスをこう取るっていう、まあ形にまあしてるわけですよ。で、スキャットマンさんなんかね、自分で取ってこうなんかいろいろこう買いたい人はこの値段だとか、サトシビジョナー、サトシビジョナー君もこうなんかいろいろこう取ったりとかね、いろいろしてますけど、まあいろいろ始まってますと。で、今日からですね、マネーボタン以外のシンプリキャッシュの方でもこのペイメールが使えるようになりまして、それをですねちょっとそのどういう風になるかっていうと、アプリですが、これをどうやってやるかっていうと、これで、センドしますということでこうなって、じゃあジミーさんに送りましょうと、ジミーウィンさんあとマネーボタンで、これで1ドル分を送りますと、こういう感じね。それで、それでセンドをすると、これで、送りますと、こんな感じね。はい、というわけでね、すごい簡単でしょ。こういうふうに、なってきました。それで、まあ、これのワークショップに関わったセントビーとかハンドキャッシュもね対応するっていうことなんで、ハンドキャッシュはハンドキャッシュ IO だから、だからマネーボタン .com とまた違うんでね、そこでもねいろんな名前が新しく作れるんで、だからそこでもねこう有名人のその名前を取るのかっていうと、まあみんなどうするんでしょうっていう感じね。まあどんなドメインでもいろいろ取れるから、みんな無限に取ってもね、そこまでこう人気が出るのかなっていうのはありますけれども、まあそういう感じで今こう広まってますと。はい、というわけで、今日最後にですね、先日そのオックスフォード大学で、ジミーさんとクレイグ博士がその講演をしまして、それがその YouTube にこうアップしたんですけど、このオックスフォードユニオンっていうのは、まあどういうところかっていうと、オックスフォードユニオンソサイティ commonly referred to simply as the Oxford Union is a debating society in the city of Oxford, Englandwhose membership is drawn primarily from the University of Oxford。 2019年のね、ワールドユニバーシティランキングに2019年のナンバーワンに、なるオックスフォード大学ですけど、でそこでまあね、招かれて講演しましたということでね、とてもいいクリップなので、まあ1時間ぐらいのねクリップなんで、ぜひご興味あることは方は見てください。はい、というわけで今日はペイメールについてでした。以上、東京ビットコインニュースです。さよなら。